のジャニージャニーラブだよ。あらまたよ。スノーマンの現場での評判をまとめました。ありがとうございました。業界関係者や共演者が語るメンバーの印象を10個紹介します、うん、なるほど。テレビ等では映らない裏の顔ということだね。ね、うん、まずはこちら。ドッキリグランプリのチーフプロデューサー水谷弘也さんから向井くんへの評価。うん、うん、なるほど。2024年9月14日にウェブインタビューで明かしました。うんうんうん、ビヨーンと。スタートエンターテインメント所属のアイドルのライブに足しげく通うようにして、うんうん、なるほど、ドッキリグランプリにハマる原石がいないかを探していました、うん、なるほど。このドッキリグランプリのプロデューサーの水谷さんが通う、うんうん、足しげく通うようにしたってことね。そう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 、すごいね。そうやって探すんだ ね、うん、パフォーマンスだけではなく、うん、合間のトークなども観察していて、うん、なるほど、向井くんの存在が気になった、うん、なるほど。ライブでということはトーク力が目に留まったということです ね、ね、うん、実際彼にドッキリを仕掛けてみるとリアクションが素晴らしい、うんうん、なるほど。純粋な向井くんだからこそ面白くなる、うん、ですが番組に加わった当初、うん、向井くんは空回りすることも多かった、うん、あ、なるほどね、うん、そこで考えた結果、うん、リアクションの良さを最大限に生かすため、うん、バンジージャンプを仕掛けた。それで飛ばされちゃったわけ ね、空回りしてたら空中にバーンと、ね、とんでもねえプロデューサーだな、ね、本当だねまあそれで美味しくしてあげようという、うんうんうん、ね、親心ですね、うん、その度に向井は制作サイドの期待を上回る経典超えのパフォーマンスを発揮確かに面白いもんね。ねえ、なんだっけ、うん、ニュージーランドとかまで行ってたよね、うん、行ってた行ってた。こうして行き着いた先が、うん、クレーンを使うことで地上から空中へ放り出される逆バンジーだった、うんうん、なるほど。そういった紆余曲折があってたどり着いたのは逆バンジーだったと、うんうんうん、ね、まあそういうことですよね。じゃあやっぱりライブもこうやって関係者がなんかいい人いないかなって言って見に来るわけだから、そうだよね、やっぱり気が抜けないってことだよね。ほんとだよね、うん、まさかバラエティのねプロデューサーさんが見に来てるとは思わないでしょうからね。でもなんとなく知ってそうだよね、うん、本人たちは。だからちょっと緊張しながら頑張ってるっていう感じなんだろうね。大変だね。まあ大変な職業ですよ。その回でちょっと向井くんがさ、うんうん、ちょっと体調悪くてさ、うんうんうん、あんまりトークが切れてなかったら、うんうん、ね、目にマッサマンは生まれてなかったわけですから。あ、そういうことだね。ね、ピヨン、うん、ネクストこちら。お、村瀬ピーヤ。村瀬プロデューサーから目黒くんへの評価、うん、今もっと髪なんかパーマ当たってもじゃもじゃ、ね、確かにね、うん、2024年9月4日のインタビューで明かしました。なるほど。それがこちら。前回とは丸々が圧倒的に違う。あ、サイレントの時と比べて何かが違った。何が違う。目黒さんとは22年放送のサイレント以来2度目のタッグとなりましたが、うんうん、前回とは圧倒的に違う彼の座長感に驚かされました。座長感が圧倒的に違う、うんうん、そうか、座長だもんね今回ね、うんうんうん、ドラマの現場はトラブルがつきもので予定通りに行かないことが多々あります、うん、そんな時目黒さんは演者スタッフ問わず困っている人の存在にいち早く気づいてスッと手を差し伸べてくれるんです。以前監督が目黒さんから今困ってないですか、僕にできることがあれば何でもしますと言ってくれたという話を聞いて素直にすごいな、かっこいいなと思いました。ねえ、なかなか言えるセリフじゃないよね、こんな大変な役でさ。本当だよね。こんな暑い夏の中で一番困ってるのは多分目黒くんなんじゃないかと思うよ ね、うんうん、すごいね。スノーマンとしても活動していて多忙な中で、はい、うん、僕とも夜な夜な作品について話をすることもありますし、うん、僕も周りのみんなも目黒さんの熱い思いに動かされる部分が多々あります、うんうん、なんかそれはわかる気がする。声を出して周囲を引っ張っていくようなタイプではないですが、ね、ここぞという時にチームを鼓舞するような声掛けをしてくれる実に頼もしい座長です。すごいね、こういう上司が欲しい、そしてこういう上司になりたいと思うね。本当だね。だいたいさ、必要がない時になんか困ったことないって言ってさなんか本当に困ってる時はなんかそーっとお疲れしたーっつって帰ってっちゃうんだよね。そうだよね、まっちゃにくんもそうだけどねまあ、今回は圧倒的にやっぱりこの主役というところで、まあトリリオンゲームの時もそうだったけど、より一層月9という大きな舞台で、うんうん、まあ、座長感がすごい芽生えてたんでしょうね。うん、ピョインと
ネクストこちら、んどなたですかね。ドラマ私の宝物のミカサレイコプロデューサーから深澤くんへの評価。ミカサ様、我が最推しのフッカさんをよろしくお願いいたします。いやー、こんな綺麗な方がプロデューサーでフッカさんもね、嬉しいでしょうね。おー、9月9日のインタビューで明かしました。うん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 、こちら深澤達也をよく拝見していて、〇〇〇が魅力的、〇〇〇深夜帯が魅力的何が魅力だ、すべてが魅力的。深澤さんの印象はバラエティなどでよく拝見していて、明るさとにじみ出る優しさが魅力的な方だなと思っていました。優しさが魅力的って言ってくれてんの。うんうん、さすがでございます、プロデューサー様、お目が高い。ドラマ私の宝物で深澤さんの演じる冬月は、中学生時代主人公美和が辛い時に寄り添ってくれる温かい人。あ、そうなんだね。深澤さんの明るく優しい雰囲気はそんな冬月役にぴったりだと思いました。おー、てか中学生時代同級生だったってこと。同級生とは言ってはないかな。まあ中学だから中1か中3みたいな。あ、まあそういうことだね。2歳差くらいまでっていう話なんだね。まあ実年齢はもうちょっと離れてるよね。そうだよね。そんなことないの。あ、8歳離れてるかな。そうだよね。でもまああれか、代役を立ててやるのかな、中学時代はね。でまさか中学時代のフッカさんが見れるの最高じゃん。あ、そういうこと、再現 VTR 的なね。さすがに若月さんきついんじゃないかな。若菜さんだったっけ。あ、若菜さんね。若菜さん、うん、若菜さんさすが中学生時代やらないよな、ねね、ってことはフッカさんも代役だよな。だね。いくつかお芝居の作品も見させていただいていますが、演じる役の役割を理解していい距離感で演じられる方だと思うので。あ、それはそうですね。冬月と美和の繊細な関係性をうまく表現してくださると思います。なるほど、繊細なんですね。ってことはなんかすぐ数話でなくなっちゃうってことはなさそうですね。ああ、なるほどね。安心しました。ピョインと、ネクストこちら、どなたでしょうか。朗読劇約束の果てで共演した声優の永井和也さん、下野紘さん、岡本信彦さんから佐久間くんへの評価です。ほうほうほう。9月1日のラジオで明かされました。こちら、佐久間くんは毎回毎回〇〇〇がすごい、何かがすごいんですね。私服がすごい確かに、時計がすごい、腕時計がすごい俺は当たってるでしょう。佐久間くんは何より声が通りもよく明瞭ですし、心に響く声をしてんすよね。めっちゃいい声してるなって思っちゃって、イケボとかじゃなくて本当に本質的にいい声をしている、ね、声優さんにそう言ってもらえるってことは本物ですな、ね、人に伝えるパワーを持っている声をしてるなと思いました。わかる。朗読劇約束の果て本番の2回目の公演になったら、みんな温まってきたからちょっとギアが上がったけど、それに対して佐久間くんもギアを上げていた。何がすごいんですかね。毎回毎回何がすごいんでしょうか。いろんなものを吸収しながら毎回毎回変えてきてるんだなってすごく感じたね。なるほど。佐久間くんのアプローチも種類が違うように聞こえて、毎回違うのに熱量を合わせられるのってすごいなって思います。なるほど、毎回ちょっといろいろアレンジしてくるのがすごい、ね、周りに合わせてってことでね。なるほど。それって一番大変だよね。ね、なんか考えながらアドリブでやんなきゃいけないってことだよね。視聴者の長月さん、コメント欄での情報提供ありがとうございました。ピヨンと、ネクストこちら、お、また村瀬ピア。村瀬プロデューサーから目黒くんへの評価。8月30日のインタビューで明かしました。なるほど。こちら、目黒くんは演じる時の〇〇〇の落差がすごい。何の落差でしょうかね。今回主演の目黒蓮くんは、夏を演じる時のオーラの消し方がすごいです。夏は決してかっこ悪くはないけど、どこにでもいるただの男です。まあそうだね、印刷会社の、ね、青年という感じでしたね。サイレントの層よりも普通の男に作っていますが、それを見事に演じてくれています。層くんもね、結構普通な感じでしたけど、さらに普通だったんだね。スノーマンとして歌番組に出ている時はかっこいいし、今日本で一番キラキラしている男のはずの目黒蓮が、
夏を演じているという落差がすごいと思います。なるほど、キラキラと普通の落差がすごい、ということか。確かにな、それってすごいことなんだけどね。ね、ね、あんまり評価してもらえないポイントだよね。気づけないよね。そうだね、あの演じることがどれほど難しいかっていうことを、なるほどね、なかなか評価してくれないですね。まあ、ジャリ君はもう旋律を覚えましたけどね。あ、本当。最初にね、すごいね。だってさ、本当に言ってることと一緒なのよ。あんなスーパースターがさ、うんうんうん、本当どこにでもいる印刷会社の青年に見えるじゃん。確かにね、それすごくない？すごいね。普通はさ、もう、うわ顔かっこええわみたいな、うんうんうん、そこから入るじゃん。でもさ、今回はさ、うわもう冴えないなみたいな優柔不断でもうまたろっこしいなみたいな、そこに焦点が行くってこと、うんうん、すごいことだね。本当だね、うん、だって日本一顔かっこいい人がさ、そんなうだつが上がらねえなって思ってもらえる演技するってさ、うんうんうん、いや日本一かっこ悪い男が日本一かっこいい男を演じれてるようなもんと一緒やん。ああ、そうかそうか、ね、高低差一緒やん、うんうん、なるほどね、落差はね、はい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 。ただまあそこをちゃんと評価をしてくれないっていうのがまあ歯がゆいですよね。少しね、海を演じる伊豆谷らなちゃんには大人の役者には出せない良さがあり、うん、彼女との対峙もまた目黒くんにとってはいい刺激と経験になっているんじゃないかな。確かにね、子役のことを接するってまああんまないですからね。そうだよね、うん、さらには実の父親役の田中哲司さんと向き合ったことでまた一歩成長してくれた感じがしています。ね、うまかったね、釣り堀のシーン ね、また出てくるのかと思ったら出てこなかったね。あ、確かにね、うん、ね、弥生にカフェで過去を打ち明けられ夏が何も言えなくなった時も、うん、今までの目黒蓮の芝居にはなかった表情をしていました。うん、確かに新しい表情を見せてくれたね、今回もね。うん、池松さんも目黒くんのことを素晴らしい役者さんだと絶賛していました。池松って誰？角くんだね。あんな LINE 送っといて池シャシャとって思い合わせるぐらい、本当だね、池松くんも本当にうまい役者さんでしたね。うんうん、でもなんか目黒くんにこうして池松くんも角くんもなんかこうやり合ってる感じがしたよね、うんうん、役の中で ね、お前がこう来るなら俺はこう行くぜみたいのがちょっとオーバーに角くん行ったかなと、ふてぶてしさがね、ちょっとやっぱり目黒くんに当てられちゃって、うんうんうん、でオーバーアクションに少しなりかかってきたかなとも思いましたね。なるほど、それも本当に良かったです、うんうんうん、今回ね。ピョインとネクストこちら、また佐久間くんですね。朗読劇約束の果ての脚本家山下平介さんからの佐久間くんへの評価、9月8日のラジオ番組で明かされました、うんうん、それがこちら。彼の〇〇〇が必要だった、彼の腕時計が必要だったこれしか出てこない何年か前に佐久間くんに2度ほど会ったことがあった。あの時のキラキラが忘れられなくて、キラキラを思い出すだけでも筆が進んだ。 あの方がいるならばという感じだった、すごい ね、数年前に2回会っただけで、ね、どんだけキラキラしてたんでしょうね。明るいことが一つもないお話の中で、僕自身が佐久間さんに何とかしてくださいと思いながら書いた部分があったのかも。なるほど、もう全体的に暗いから、うんうんうん、一点の光というかね、ね、佐久間くんにそれを託したということですよね。佐久間さんじゃないとこの話の光の部分が僕にはできないと思って頼った部分があったのかもしれない。島津のキャラクターをああいう人にしようと思ったのは佐久間さんありきだった。すごい、島津っていうのは佐久間くんのキャラクターね。彼の明るさ、明るくいようとしているあり方があの舞台では本当に必要だった、うん、なるほど、さすが脚本家ですね、うんうんうん、明るくいようとしてるっていうね。あ、そうですね、そこが 見えちゃったんですね、うんうんうん、数年前キラキラしてるっていうけど、やっぱりキラキラしてる、キラキラしようとしてるあり方が素敵だったということです。なるほど ね、はいはいはい、ね、そんな根っから明るい人じゃないなって思ってたわけ。さすが見抜いてますね。そう、マッチングの監督も言ってたじゃん、目が怖いって。やっぱり見抜くんだね、すごい ね、もちろん明るい人だけど、まあ、そんな明るいアホみたいな男ではない、うんうんうん、なんか真の方にはなんか猫の怖い部分というか、うんうんうん、影のような部分が見えたっていうことでしょうね、うん、でもそこを明るくいようというそこのこのエネルギーに惚れたということでしょうね、うん、そこがキラキラ見えたと。さすがこの脚本家さんいいですね。ね、ピヨンと
ネクスト、こちら。お、また村瀬さん。すごいな。うん。村瀬さんから目黒くんへの評価、うんうんうん、9月19日のインタビューで明かされました、うん、はい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 、はい、こちら。目黒くんは相手の〇〇〇を吸収する、相手の脂肪を吸引する吸引する吸収するエステじゃん何を吸収するんだろう。第1話で茜に想像はしてください、うんうん、と言われた時の夏の表情は今までの彼のお芝居になかった領域に入っていたと思います。水木の辛さを想像してくださいみたいなことだったね。盟友と向き合うたびに新しい表情が出ている気がします。目黒さん自身もすごい役者さんなんで、そうだよ、少年漫画的に言うと相手の能力を吸収していく感じ、どういうこと。例えば、うん、池松さんの芝居すごいと思いながら何かを感じて自分に取り入れているんじゃないかと思いますね、うん、なるほど。目黒くんの演技力は話数ごとに成長していると思います、うん、なるほど、すごいね。あんな暑い中の撮影でも吸収してさらに成長してるんだね本当だね、うん、これすごいわ、うん、ピョインとネクスト、こちら。ドラママウンテンドクターの近藤プロデューサーから向井くんへの評価、うん、MMT やね、うんうん、8月31日のインタビューで明かされました、うん、はい、それがこちら。向井浩二は説明せずとも〇〇〇ができる、焼き鳥が焼けるミディアムレアで。向井くんにキャスティングを依頼した経緯としては、うん、明るいだけじゃないキャラクターを演じることで僕も意識していなかった向井くんの人間性、うん、すごく繊細で周りを気にしてくれている部分がお芝居に出てくるんじゃないかと思って相談させていただきました。なんかさっきの佐久間くんのキャスティングとちょっと似てる部分がありますよね。明るいだけじゃないっていう部分をやっぱり見てらっしゃるんですね。向井くんは現場で、うん、今の大丈夫だったかなと聞いてくるのですが、そんな心配はいらないくらいいい表情をするんですよ。なるほどね、まあ、大体大丈夫かなって聞ける人はいい仕事してますよね。あ、なるほどね。大体こういうの聞かずにさ、うーわーって言っちゃう人がさ、おちょちょちょ確かに確かにあるあるだよね。そうだね。ビールを出しながら歩に一言かける時の表情は、焼き鳥屋だからね、うん、監督がいくら説明してもできない人には一生できないかもしれない。確かにいい表情してたね、うん、でも向井くんは説明せずともそのナチュラルな優しい表情ができちゃう。確かに、まあ、表情って説明しづらいよね。そうだね、確かに ね、やっぱりその表情ができる人にお願いするっていうのがいいんでしょうね、うんうん。第8話で慎吾が歩に怒りをぶつけるシーンは、うん、ね、息子さんがね山でね一緒に行ったんだけど、そう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 、トラブっちゃったとこだね。よかったな、あのシーンもな。こんな向井さんのお芝居、うん、今まで誰も見たことないだろう、本当だね、というくらいのお芝居でした。首をねこう突っかかってね、ね、怒り爆発みたいな本当に素晴らしかった。素晴らしかった。ピークポイントでドーンって破裂するみたいなお芝居をした向井くんと、それを受け止める杉野くん、うん、見てくださる人も圧倒されたシーンになったんじゃないかなと思います。圧倒されましたね、ね、うん、また向井くんがいるから現場が明るくなるし、みんなが乗ってお芝居ができるし、スタッフにも声をかけてくれて素晴らしい人だと思いました。やっぱなんか若干さっくんの評価とちょっと似てるような部分がありますよね。全てにおいていい効果を与えてくれるみたいな、なくてもならない人みたいな評価ですね。ピョインと、ネクスト、こちら。ドラマ青島くんは意地悪で共演した中村アンさんからの渡辺くんへの評価、9月13日のインタビューで明かされました。うん、ゆきのさんいらっしゃい、渡辺翔太困った時まるまるまると言ってくれた、大喜利じゃないからね渡辺翔太は困った時フラルネ使ってみたら言ってくれた現場でお会いする前は渡辺くんについて柔らかいイメージを抱いていたのですが、オス、うん、という感じの体育会系の男性でした。あら、そうなんだね、うん、それはいい意味のギャップで、思っていることを言いやすく頼りになる存在でした、うんうん、いつオスっていうんだろうね。本当だね、オスって言いながら現場入ってくんのね、なんかちょっとイメージと違うね渡辺翔太くんって言ったらオスって言うのすごいな。第7話で雪乃さんが道端で転んで青島くんに素直に甘えて泣くシーンは何回も撮ったんですが、うん、そうなんだ、うん、
その最中に自分の演技がわからなくなる瞬間があったんです。その時渡辺くんが僕には伝わっていますよ、うわと言ってくれて、なるほど、じゃあ困った時僕には伝わってますよと言ってくれたってことね。ねえ、めっちゃ優しい。3文字じゃないやん、めっちゃもっと長いじゃん。わかんないよこれは、やばいね、こんなこと言ってもらえたら ね渡辺くんには伝わってるけど、まあ、監督には伝わってないから何回も撮らなきゃいけなかったと。あー、なるほどね、大変な仕事だね。優しいなと思いましたし、この演技でいいんだと救われるような気持ちになりました。いいんなら1回で OK のはずなのにね。そうだね、難しい仕事だよな。また渡辺くんがグループ活動で頑張っている姿を見て刺激を受けましたし、パワーがある方だなと思いました。まあ、自分はこの撮影でも結構体力きついのに、うんうんうん、渡辺くんは、ね、グループ仕事でもガンガン仕事やってて、ね、うわすごいなって普通は思うんだろうね。思うよね、きっとね。よく言うよね、みんな共演した人ね。よく言う、まあ、それだけ大変な仕事だってことだよ、つのは ね, ね、うん、でまた主題歌まで歌っちゃってるからねそうだね、メインボーカルだからね。ほんとだね、すごすぎるよね。ピョイン、ネクスト、こちら、おう、しのぶさん。海の始まりで共演した大竹しのぶさんから目黒くんへの評価、あかねさんです ね、うん、9月4日に大竹さんのラジオ番組で明かされました。うん、フライパンを抱えて泣くシーンがね、良かったですね。あーねー、目黒くんの休養中の週刊誌報道について、うん、目黒くんと交わした会話を明かしました。だだだだだだだ、お、それがこちら。目黒くんは、あーすごい丸々思いでいい子、目黒くんは、あーすごい海ちゃん思いでいい子。なるほどね、うん、まだドラマ海の始まりの撮影をしておりました、うん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 、酷暑の中の撮影で本当にスタッフさん全員大変だったと思うんですけど、そうだね、そんな中主演の目黒くんが少し体調崩しまして、ドラマ撮影がストップしたんですね。でそれが週刊誌に載って、今週刊誌に載るとそこからネットに反映して、そこからまたネットでいろんな記事が出てしまって、それが嘘ばっかりだったんですよ。嘘ばっかだったんだね、やっぱね。台本投げつけたりとか、はぁ、やってらんないなとか、そんな雰囲気だって載っててすごい嫌だなって思って、すごいね、台本投げつけたりすると思ってるんだねそんなことするわけないじゃんね。ね、するとしても、まあマネージャーとかのいる、ね、密室でするからさ。これ言ってたんだけどね、台本って今持ってなくて、誰もみんなタブレットなんだって。だからめっちゃ嘘じゃんと。じゃあタブレット投げたら大変だね。そうそうそう、うん、嘘ばっかりだよね。まあ具体的なね、数字とか何時頃とかそういうのが出てこないのは絶対全部嘘ですね。でスタッフが言うのは、業界だと爆弾って言うんですよ。へえ、そんな、こんな人たちに爆弾は投げないですよね、スタッフはね。だってまたお仕事させてもらうんだから、うんうんうん、この業界はさ。目黒くんから、しのぶさんからスタッフみんなに謝っておいてくださいって連絡が来たけど、スタッフは全然大丈夫、2日間くらいお休みできたから子供と遊べたとか、ぐっすり寝れたって言ってました。逆にありがたかったですよって感じで、本当だよね、多分ね、僕らももう倒れる寸前でしたよみたいな。休み明けに目黒くんが、しのぶさんや僕は芸能人だから悪く書かれることに慣れちゃってる部分があるけれども、僕はこれ本当に嫌なんです、こんな素敵なスタッフの人たちが悪く書かれていることだけは我慢できないんです。そうだね、なんかあのフェンディの仕事がさ決まった時もインスタライブになってくれてさ、なんか周りのスタッフが泣いちゃったからさ、もう目黒くんそう泣く人じゃないのに、つられてこうね、そうだね、泣いてたもんね。それぐらいスタッフ思いの人なんですよ。そうだね、当たり前ですよね、それはね。あー、すごい彼は真面目でスタッフさん思いでいい子だなと改めて思いました。ね、あのラジオ素のまんまの時もさ、やっぱ目黒くんが来た回ちょっと違うんだよね、うんうんうん、スタッフとかスタジオの空気感が、みんなもなんかフォワーンとしてみんな大好きって感じで、まあみんなスノのスタッフは愛されてますけど、うんうん、スノのメンバーはね、目黒くんの回だけやっぱ温度がちょっと違う。なるほどね、そう、それぐらいスタッフに愛し愛されてる関係性はまあわかりますよね、うんうんうん、だから絶対こんなことはないっていうのはわかるんですけどね、やっぱ一般の人はちょっとね勘違いさせちゃうような記事ですから、うんうんうん、もう絶対に言語道断やめてほしいですよね、こういう記事はね。ね、うん、でこの〇〇〇はスタッフさん思いということですね、うん、スタッフさん思いで
まあ座長ですからね、そりゃそうですよね。だって技術さんが乗ってこなきゃさ、いくら役者がいい演技してもね、いい映像は撮れないですからね、音はね。そんなの百も承知だから、それはそうでしょう。このようなスノーマン最新情報の動画を週4くらいで配信しています。ぜひチャンネル登録してお待ちください。妹のジャニちゃんでした。兄のふっかたんのジャニくんでした。私の宝物、木曜10時フジテレビお見逃しなせーの、ジャニラブだよ。おしまい、ポンポンの